大仏様を作った方がいいと助言したのはこの私ですが、皇后様が都を平城京に戻す。承知いたしました。でもなぜですか、良貴よ。まだ死んではならん。私はあなた様の思いを民に伝えただけでございます。聖武天皇は宝光5年の間に山城の国の国境、摂津の難波の宮、近江の信楽の宮と遷都を繰り返しました。この背景には相次いだ災害から人々の目をそらそうとしたことと、聖武天皇自身安住の地を求めていたことの2つがありました。良貴よ、そなたのおかげで大仏造立の御事のりを出すめどが立った。改めて礼を言う。いえいえ、私の力など微力であります。しかし仏教はいいな。学べば学ぶほど心が洗われる。仏様は全て見ています。ただ行き届かない部分もございます。そこを補うことができるのが巨大なルシャナ仏像かと。そうであろう。私もそう思ったのだ。国中の銅を集めてここ信楽の宮に立派な大仏様を作るぞ。私もより一層精進いたします。よろしく頼む。743年に大仏造立の御事のりは出されました。仏教を信じ自発的な気持ちで参加してくれる民と一緒に大仏を作りたいというような内容でしたが、実際には強気な文章に反感を持つ者も多く、作業はスムーズに進みませんでした。中麿殿ですよね。良貴という僧に話を持ちかけたのは。そうですが何か。良貴という僧は聖武天皇に悪い影響を与えています。そのことについてはどうお考えですか。悪い影響。はて、どんなことでしょうか。聖武天皇は仏教に浸水して人が変わってしまった。私はその原因が良貴との交流だと思っているんです。いやいや、それを止められなかったあなた方にも責任があると思いますが。何ですと。大仏造立の御事のりが出されたのは良貴様の影響だけでなく、墾田永年私財法もその一端を担っているのではありませんか。それは。何を揉めているのですか。これは光明皇后。珍しいですね、こんなところにいらっしゃるなんて。私がお呼びしました。美味しい菓子を手に入れたものですから、一緒に食べようと思いまして。皇后様が菓子ですか。いけませんか。いえ、決してそのようなことは。諸江様、先ほどの大仏造立の原因ですが。いや、その話はもう。あら、そんな話をしていたのですか。まあそうですね。大仏様を作った方がいいと助言したのはこの私ですが。皇后様が。何か問題ありました。いいえ。諸江様、もうよろしいですか。はい、では失礼いたします。まさか皇后が言い出したことだったとは。それに藤原氏が皇后と親しくしているというのは非常に厄介だな。藤原のムチマロの子中麿は叔母である光明皇后の寵愛を受けていました。いとこで皇太子だった安倍内親王、後の光顕天皇とも良好な関係にありました。これにより劣勢に立たされたのは橘の諸江でした。諸江様、厄介なことになりましたな。左大臣になったというのに中麿の発言力の方が増している気がする。皇后様が後ろ盾ですからね。こうなると朝香親王も本当に病気だったのか怪しくなりますな。光明皇后の子である安倍内親王を皇太子にするために中麿が仕組んだとも考えられる。確認できないのが残念ですね。まったくだ。大仏造立の御事のりが出された当初は信楽の宮で作られ始めました。しかし山火事が相次ぎ中止となってしまいます。この山火事は大仏造立に不満を持っていた人々による放火が原因だったと考えられています。再開されたのは745年でした。都を平城京に戻す。承知いたしました。でもなぜですか。遷都に反対している者が多いと聞いたのでな。それに遷都をしたというのに朝香親王は亡くなってしまった。それを受けて私は遷都よりも大仏様を作ることに集中したいと思ったのだ。なるほど。それでどこに作るのですか？平城京の東にある東大寺だ。この時に作られたのが東大寺ルシャナ仏像で、かの有名な奈良の大仏です。745年に制作が開始され、7年後の752年に開眼供養の儀が行われます。聖武天皇、近々出家なさるとか。耳が早いな。今年退位をする予定だ。そうでしたか。あなた様に出会えたことは私の人生の光です。私もだ。東大寺での作業は順調ですか？順調だ。3年後には開眼供養の儀を執り行おうと思っている。3年ですか。だから良義よ、まだ死んではならん。お主の力がなければここまで来ることはなかった。私はあなた様の思いを民に伝えただけでございます。それこそがお主にしかできない偉大なことなんだ。痛み入ります。749年、完成した大仏を見ることなく行基がなくなってしまいます。享年81。行基は745年に仏教界における最高位大僧正を日本で最初に贈られました。そしてその年に聖武天皇は出家しました。一説には聖武天皇が独断で出家したため、慌てて光顕天皇が即位したとも言われています。さて次回の百花繚乱歴史伝は、唐から来た僧侶鑑真にスポットを当てたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。